門舌整体道信です。今日のね、門舌整体セミナーは、ふくらはぎをしっかり押さえていくっていうことをやっていこうかなと思ってます。で、ふくらはぎってね、押さえるのってとっても難しいんです。実はね、足の、骨の、足の骨の、筋、骨の上に筋肉がついてるんですけども、その骨の上についてる筋肉を上から押さえてあげるっていう作用が一番勉強ができる場所っていうのが実はふくらはぎなんじゃないかなって僕考えてます。で、これがね、ふくらはぎのはね、後でもまあ説明しますけども、真ん中の正中線、内側の筋で、そして外側の筋、このね、筋をね、しっかり押さえることができたら、かなりね、足のね、疲れとかが改善していきますから、ぜひやってみましょう。今回ね、とっても難しいですが、筋肉が抑えてこう逃げちゃうっていう感触が分かってくれたらいいなと思います。で、これをね、動画撮っていきますから、これをね、参考にしてもらって、ぜひ使っていただければいいなと思います。ではね、今日からこれからチャレンジしてみましょう。レッツゴー。はい、ではね、これでね、今からふくらはぎの方の説明をしていきます。で、ふくらはぎっていうのはね、真ん中の筋、ここの真ん中の筋を、がメインで抑えていく筋になるんですね。で、腓腹筋、ヒラメ筋ってもあるんですけれども、真ん中の筋、ここにね、こう押し込んでもらうとね、硬い筋があるんです。で、その下にね、骨がついてますから、この辺解剖学でちゃんと見てくださいね。で、モデルさんね、押さえるとね、大体こうやって押さえると痛がります。で、これ、今どういう風な状態になったかって言ったら、骨があって、筋肉があって、それをうまいこと押さえると、骨に押さえつけられてしまうから痛いんです。で、それを今やると、こう押さえると、つけると痛いんですね。痛がってるでしょ、足が。で、これが少し離れると、そんな痛くない。で、これも少し離れると、そんな痛くない。まあ、痛そうですけどね。なのでね、まずね、自分でしていく場合っていうのは、押さえてみて、このコリコリした部分ってどこかなって探ってあげるのが、はじめの方法としていいのかもしれません。慣れてくると僕みたいに、何もせずにここでしょ、ここでしょ、ここでしょっていうふうに押さえることができます。ただそれってすぐになかなか難しいと思うので、でこう触ってみて、ここにほら、ちょっとコリッとしたものがあります。で、このコリッとしたものの横をこう押さえてもそんなに痛がらないです。これ同じ力を、コリッとしたものを、骨の方向に押さえつけてあげると、今のでもね、痛がってますけども、これをこう押さえてあげる。痛いんですね。なのでね、しっかりとしたコリがあるのかどうかっていうのを探しながら、こう、本当は嫌がられますよ、これって。だからね、できるだけ練習ができる人とやってください。で、押さえてみて、あ、ここ。押さえ込んで筋肉のコリがある。だからね、冷凍庫から出てきたお肉を解凍して、チンした時に触ってみたら硬かったっていう、あの状態。あの感覚を、こう、指先で探すんです。押さえ込んでみて、どこにあるかな、ここにあるよって、これ押さえ込んだある、ここで指で押さえ込んだだけで効くのに、その上に私は体重かけるから痛がるんですよね。めちゃめちゃ痛がってる動画になってるでしょ。で、この真ん中の筋がだいたいね、その硬い筋がいっぱいあるところです。なのでその真ん中の筋をまず、探していきましょう。探していくと私はもう分かってるので、一押しですぐ分かります。押さえて筋肉のたるみを取っても、これ何回も同じことなんだけど、大とっても大切なことだなので言いますけれども、筋肉の脂肪とかいらないものを取って押さえ込んでいってあげると、絶対硬いものがあります。で、その硬いものを骨に押し付けてロックします。で、その状態で体重を乗せる。痛がってますよね。これが門舌整体。まあ何回も言いますけれども、門舌整体というのは、骨に筋肉を押さえつけてあげるというのが門舌整体ですから、このまま、まず真ん中の筋ですね。で、特にこの子の、ふくらはぎのここら辺よりかはできたらね、足のね、足首の方の付け根の方を押してあげる方が効果的です。それをね、しっかりね、僕はね、10分ぐらいこうやってね、今軽く押さえてますけど、ほら、足が動いてるの分かります？で、この内側の筋はこの筋。痛そう。痛そう。でね、内側はね、斜め45度方向に、ね、こう内側の方向に入れていってあげないと効果的には取れてくれないので、しっかりしましょう。で、外側はね、ちょっとね、カメラの位置変えますね。
外側をやっていく時っていうのはね、実はね足がねこうなったりとかこうなったりして逃げようとするんですね。なので絶対やってほしいことが、両手で押さえれる人間、片手で押さえれる人間っていうのは足首の固定、ここの固定、足をこの状態で固定した状態で、ここにほら今ちょっとコリッてしたんだけど、ここにね、筋肉がついてるんで、こうなるんですね。ここが斜め45度で押さえてあげると、こう逃げないように押さえる。でこれがね、ここをね固定せずにすると、ほらちょっと逃げようとするんですよ。わかります？ここ逃げようと、ほら逃げようとするでしょ。でこれが逃がさないためには、ここをロックした状態でここを押さえるんです。そうするとほら足、ここのね足首をロックしちゃうと、見えるかな、この辺ね、この辺見といてください。ここをこうやってロックしなかったら、ここ逃げるんですよ。そうするとね、足首がこう内側になって押しにくくなります。でただここを、ロックすると、ここはね見といてください、逃げれないね、ほら逃げれるけど足の角度は変わらないっていうことになってくるんです。いやじゃあ先生、じゃあ下の方を押さえるときってどうするのってなりますよね。下の方を押さえるときっていうのは、実は、足首をではなくて、足首を固定するのではなく、膝をこうやってロックする。こうすることでね逃げれなくなるんですちょっと逃がしちゃった、ここ、これで逃げれなくなる。わかりますか。でこれで、骨に押し付けてあげる。であとはね、さっきから言ってるように、骨の上、まあここに骨が走ってる状態で、その上についてる筋肉っていうのを、まず真ん中は上から下に押さえてあげるね。で内側は斜め45度に押さえてあげるんだよと。外側は斜め45度方向を内側に押さえていく。でそれの時にどうしても足首が逃げようとするので、そこをしっかり指で押さえていく。あー痛い、ね、ここ足首ここのロックさえしとけばね逃げれないね、本当に。え、ちょっとストップ、ちょっとストップが入りました。 なのでね、それぐらいに、ね、全然僕今体重とか乗せてません。なのでね、今はねしっかりと本当に体重乗せずにやったのに、そういうことになるってことは、力がなくても人を痛めつけることっていうのはできるってことなんですね。で今度ね、同じ足ばっかりやってもあれなので、反対の足をね取りながらねやってみましょう。で反対側するときも一緒なんですね、見えてますね、はいはいはい。あ、反対側するときも足首ここで固定で真ん中、今ね本当にね、ほら僕の膝とか見てもらっても分かるように、膝の力を入れずにやってます。でこの時ね、まだ一つ、そうもう一つ伝えるの忘れてた、筋肉っていうのはこういう風に走っているので、この走っているのと横で押さえるとね、そんな痛くないんですよね。これそんな痛くないのっていうのはね、まだ痛い痛いって言ってるけど、これそんなに痛くなくて、実はね筋肉の走ってる方向に指を沿わして押さえてあげると、よりね少ない力で緩んでくれます。でこれ他過去の動画でもいっぱい喋ってますから、また見てください。でそれをね、指の方向を縦にする、同じ力でもね痛み方が変わります。でそこに体重を乗せてこう取っていくわけですよで内側のする時もこう、ほらね、こうはそんなに痛くないの、痛いけど痛くない、痛いけど指の角度こうではなくてこうね、ストップになりました。あのね、いつもねそこまでね、あの話をしながらやらないので、まあなんとなくやってるんですけど、説明を聞きながら受ける人っていうのは、受けちゃうと本当に痛いってなっちゃうんですね。なのでまあそれをやるようにしてみてください。で外側もする時も こうですよね、指の角度方向性はどうですかとか、痛い痛いです今日来てくれたモデルさんって2週間に1回来てくれてる方なんですけれども、まあまあ痛がってます。ということは、あのふくらはぎっていうのはしっかり と筋肉、何回も同じこと言いますけど、骨の上に筋肉があって、これを押さえつける、これ真ん中だったらイメージしてほしいのはこういう状態でも、こっち側だったら斜め45度に骨がついているのでこういう状態、
こういう方向の力のベクトルで入れていきます。ここはこっちは外側だからこの斜め45度の方向、これを意識して押さえてみてください。で、何回も言いますが指の方向はまっすぐ、こうじゃないですよ、こうじゃないですよ、こうね、こっち側もこうじゃないですよ、こうじゃないですよ、こう、ちょっと難しいんだけどね、外側もこう、この状態でこう、こうじゃない、こうじゃない、こうで、それの上に体重をこう乗せてあげるという感じです。わかりましたかね。以上、モテ整体三つ道具でした。今日ね、このね、ふくらはぎの整体の動画、まあ、あのやり方に対して分かりにくいっていうことがあれば、また遠慮なくあのコメントとか入れてください。で、そう、平手、まあ家族の方で押さえるのどうすればいいのとか言われたら、まあ、できたらこうやって踏むだけでもいいけどね。あ、嫌がられるか家族、本当に喧嘩になっちゃいますからやめときましょう。はい、じゃあ以上です。門前整体三つ道具、ふくらはぎセミナーでした。